この動画はコミックブイケット、ミュージックブイケットの公認配信者として全ワールドを回った動画レポート動画になっております。はじめましての方ははじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ネクストビジョンピース所属のゆかりネットコネクタ公式多言語字幕アンバサダーを務めておりますクレアと申します。さて、こちら動画のサムネイルにもある通りなんですが、このコミックブイケット、ミュージックブイケットの1週間の間に、なんと今回はクレアさんも本気を出しまして500ブース回りました。というのもコミックブイケットでは296ブース。ミュージックブイケットではなんと300店舗のブースがあります。今回はそんなたくさんのブースがあるコミックブイケット、ミュージックブイケットの感想を、そしてレポートとしてお話ししていこうと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。まずこちら、回ってみてどうだったかというところなんですけれども、初日や、2日目、3日目こそ、一つ一つのブースを、もう、丹精込めて、丹念に、念入りに、ね、サンプルを見て、聞いて、そして出展者のブースのホームページとかね、開いて、クレアさんもこれがいいと思ったものは思わず購入したものもたくさんあるんですが、どのブースも本当にすごくて、実は前回のコミックブイケット、ミュージックブイケットは念入りにチェックしなかったんですよ。ところがですね、今回一つ一つ見ていくと、もちろん今回が初めて出版される方いらっしゃいましたし、いわゆる常連さんですとか、まあリアル世界のコミックマーケットにも出展されている方、そんな方々にも今回バーチャル空間でコミックブイケットとして、そしてミュージックブイケットとして出展されている方、これらも数多くいましたね。もちろんクレアさんにも、まあ、好きなジャンル、まあ、同人誌とか音楽とかでも好きなジャンルっていうのはいくつかあります。まあ、好きなジャンルはどん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 のめり込むように見ていたんですけれども、あまり知らないジャンル、特に僕だったらまだ音楽に対しての知識とかは乏しいわけですよ。だからいろんなジャンル、同人誌、音楽でもいろんなジャンルが今回紹介するという目的で、自分自身でねちゃんと見ていって、サンプルもしっかり見て聞いて、新しいね好きなものがたくさん生まれました。配信中にもね、出展されている方のコメントですとか、ミュージックブケットだったら路上ライブしてる人もね、あとは実際にこの空間で出展されている方とお会いすることもできたりですとか、なんだかこうリアル世界でもね、同じ売り子さんと会話したりとか、こういう思いがあって作品を作りましたですとか、なんだかねそんなお話も聞くことができてとっても楽しかったです。ぜひコミックブイケット、ミュージックブイケットのアーカイブありますので、お時間ある方はですね、ぜひ見てみてください。とっても面白いです。
ただ開催期間が1週間の中で500店舗、それこそ配信時間ですと大体20時間行ってると思うんですね、総合で。初日の配信は確か4時間ぐらいでしたよね。で、2日目3日目これらも進行をちょっと早めたとはして3時間半ぐらいでしたよね。だからね、がっつり回るとすごくボリュームがありましたと同時にちょっと飛ばしすぎたかなとか思って疲れが取れてないところはあります。ただ一方で、まあ、お祭りのようなものですから、まあ、これはこれで開催期間中はこれでいいのかなって思ってます。皆さんはどうでしたか？ぜひ動画のコメントとかで感想とか教えてくれると嬉しいです。で、次の話題なんですけれども、今回ですね、コラボを多くしてみたんですよ。まあ、理由としては、まあ、僕自身もね、ミュージックブケットに対していろんな音楽ジャンル、まあ、全然知らないものもあれば、まあ、サークルさんに対して、まあ、知識がなかったりとかするわけなんですよ。そこで、まあ、音楽活動されている VTuber さんをお招きして、まあ、僕のお友達ですけれどもまあ一緒に回って、そしたらね、やっぱり好きなサークルさんとか好きな VTuber さんに対してね、もうすごく熱意のあるコメントをされて、いや僕もね引っ張られそうになっていや楽しかったね。だからそういった方々に来ていただいて、まあ、紹介していただく、ご協力していただくっていうのもありましたけど、よりそのサークルさんに対してリスペクトを持った状態でプレゼンテーションができたのかなって思ってます。まあ、公認配信だからね、しっかりやり遂げたいって気持ちはありました。あとは僕一人だけの力だとなかなか多くの方に広まらない、伝わらないので、まあ日本のユーザーさん含め海外のユーザーさんも見ていただけますから、よりコラボレーションすることによって、まあお互いのリスナーさんとか海外の方でもファンの方、より一緒になって見ていくことができましたね。まあ、企画自体は少々まとめるのに大変なところありましたけど、やっぱりね、こういうお祭りだからさ、楽しかったです。最後に今後なんですけれども、時期的には12月にVKET 2021というのが開かれます。こちらは、まあ、アバターだとか小物アイテム、まあ、音楽や同人誌もあるのかと思います。より大きな規模の大きい催しとなるので、僕もまた今回の一つ一つブースを紹介したように、次回の VKET 2021公認配信になることができたら、また同じような試みでいろんな方に伝えるべく、いろんな方とねコラボなどして取り組みを行っていこうと思います。またその VKET 2021ではこの字幕がね、この字幕を使っている僕が公認多言語字幕アンバサダーを務めておりますゆかりネットコネクタ
のブースが立ちます。なので僕はそれの店番をしながら楽しんでいこうと思います。僕の中では今年最後の催しというかお祭りごとになるのかなって思います。もちろんゲーム配信や動画配信も重要なんだけれども、この VR 空間での活動と、昨今ではまあメタバースとか呼ばれてますけれどもまあやってることは僕ら変わらないので、バーチャル空間も楽しいぞというのもお伝えしていこうと思いますので、ぜひ今後ともバーチャル空間に出会いました皆様、そしてこの配信や動画きっかけで僕のことを知ってくれた日本の皆様、海外の皆様、クレアのことを応援していただければと思います。最後になりますが、今回のコラボにお誘いして引き受けてくださいました、快諾してくださいました皆様、そしてコミックブイケット、ミュージックブイケットを運営されている皆様、出展者様、今回このような機会をくださり本当にありがとうございました。ちなみに今回購入した同人誌と音楽はだいたい50個ぐらい買っちゃいましたので、この後はゆっくり見て聞いて楽しんでいこうと思います。僕にとってもクオリティを上げる次のステップに上がるためのいい機会にもなりましたし、次回も頑張っていこうと思いますので、ぜひ皆様、チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録ボタンを押していただいて、高評価の方も押していただけると嬉しいです。そしていつもご覧になられている皆様も本当にありがとうございます。また次回や動画や配信でお会いいたしましょう。それではネクストビジョンピース所属のゆかりネットコネクタ公式多言語字幕アンバサダーを務めております VTuber のクレアがお送りいたしました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければここあるいはここにチャンネル登録ボタンがあるので押してもらえると嬉しいな。それじゃあバイバイ、またねー。